シマヘビは、ハチュ有コウユーリンモクナミヘビカナメラ属に分類されるヘビ。無毒。全長80から200センチメートル。日本に広く分布する。戦国によれば、ロシアが実効支配する、クナシリ島にも生息する。全長は80から150センチメートル。通常は、炭鉱色の体色に4本の黒い縦縞模様が入るが、 島が全くない個体や顎のあたりが黄色い個体もいる。種商名のクワドリバーゴタは4つの島の位胴体中央部の体鱗は19列。腹板は目立つ模様はなく、クリーム色や黄色、または泡紅色。体の細さに比べて、鱗は大きく、皮膚に柔軟性がないため、あまり大きな餌は飲み込めない。口彩は赤く、瞳孔は、 縦長の楕円形。幼蛇は体色が炭鉱色。縦縞はないか不鮮明で赤葛色の横縞が入る。伊豆諸島儀内島産の個体は海鳥の卵やひなしか食べるものがないために大型化し2メートルになる個体もいる。逆に北海道産の個体は小さく80センチメートルに満たない。幼蛇は赤葛色で横縞模様がある。 国家型も存在し、カラスヘビと呼ばれる個体は、交彩も黒い。山カガエルは捕食中の島ヘビ主に高地や河川敷に住むほか、草原や森林にも住む。危険を感じるとを激しく震わせ、地面を叩いて威嚇する。植生は幅広く、ネズミ、リス、ウサギ、カエル、小鳥などを捕食する。特に小型の哺乳類や、両生類を好み、とも食いもする。 飼育下では土壌を食べた記録もある。青大将とは違い、あまり木に登らず、地表を素早く動く。繁殖形態は、乱生で、4から5月に交尾し、7から8月に4から15個散乱する。繁殖期には、オス同士で絡み付き合い争う、コンバットダンスと呼ばれる行動が見られる。メスは出産直後から、しばらくの間は卵を守る。本種は、 青大将や山かガシと共に、日本国内の農村でよく見られる蛇であり、植生は山かガシよりも幅広いが、やはり、主にカエル類を主食とするため、稲作の発達と共に、カエルの分布が拡大し、それに伴い本種の生息範囲も広がった。木に登ることがほとんどなく、地表を這い回るために交通事故に遭いやすく、生息域が、 道路や塀などで分断されてしまうとそれを超えることができなくなり、現在では都市の周辺では見かけなくなってきている。地域や個体によってかなり色彩変異が見られることからペットとして飼育されることもある。飼育は比較的容易とされるが、同大のヘビと比べると広めのケージが必要であること、ごく稀にカエル類にしか餌付かない個体がいることなどが注意点とされる。 アフリカツメガエルやアジアウキガエルが生き餌として使われる。食用に適するとされ、食糧難の時代にはご馳走として扱われたという逸話がある。性質には個体差はあるものの、青大将や山かがしに比べると神経質で攻撃的な個体が多いとされる。また、無毒ではあるが、歯は鋭く、噛まれると痛い。他の蛇に比べると動きも素早い。 校内から破傷風菌が検出されたとの報告もある。ため、噛まれたら、患部を水でよく洗い、消毒する必要がある。ABCDEF キデラ、N& オタ、H、エラフェクアドリバーゴタ、ザー u c n レッドリストオブスレッ r ンドスピ n the 2017、ET47755783、A47755792、ドイ、 10.2305 IUCN UK 2017-3 RLTS T47755783 A47755792EN ダウンロードッドオン10メイン2021 ABC ジャパニーズスネークス島蛇新幹線望み内に蛇座席の肘掛けに巻きつく朝日新聞デジタル 2021年3月4日閲覧。ありがとうございます。